はい、どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は、妖怪メダルバスターズ第5幕のメダル一部紹介します。これが最後のバスターズってことで、5幕で終了なんかな。で、タイトルが、地獄の沙汰も、閻魔次第編ってことで、グレート化メダルの閻魔大王がラインナップしてます。このメダルめっちゃかっこいいね。閻魔大王金髪やし。で、このメダルをゲット組でスキャンすると、閻魔大王専用装備がゲットできます。そして新妖怪の金太郎にゃんも収録されてます。キャンペーンメダルってことでゲット組でスキャンしたら友達になれるのかな？山で動物たちと相撲を取っている超ワイルドな猫妖怪、斧持ってますね。あと S ランクの鬼ガマ、これも新妖怪ですね。そしてレッド J ガシャドクロ。もうすでにガシャドクロとレッド J の B メダルあるんですけど、ボスメダルじゃなくて、今回はレッド J がプリチーでガシャドクロがうすら影族のメダルになってます。ちなみに妖怪メダルバスターズ第5幕収録できる妖怪ゲラポプラスには武士王のメダルが付属で付きます。第5幕のメダルの発売日は2016年2月中旬発売予定です。